Hi, good, it's working. I got a very paranoid. Hi, my name is Purist, and welcome to part 10 of Ghost of Tsushima. Last time, was very sad, and we helped with inadvertently helped with some revenge that Lady Masako was, dealing with, understandably, for the murder of her entire clan. Yes, very much understandable. Yeah. I've asked her just step outside when, because he, yeah. Ooh, supplies. Give me.飯が尽きている。長くいたのだな。Looks like smoked fish. Trying to buy by fish. Unless it's shark. I do love shark. うん。名前と家紋だ。A symbol. Sogan?Stao, Mai, Kajiwara, and Amora. Masako 殿に聞くか。何か見つかったか。 List of names. 何者かの名と家紋が。確か奴らにもこの家紋が。初めて見るものだ。どこぞの家が乗っ取りを図っているのか。捨ておけません。私がな。お一人は無謀です。No. もし叔父上がいれば、このようなこと決してそのままにはいたしませぬ。お力を、しかる後ご一族の仇を。いいだろう。志村殿の救出に向かう折には私も参ろう。かたじけなきお言葉。ではさらばだ。やることがあるでな。よし、ソラ。We have grenades? Smoke bomb. Okay, that's definitely ninja stuff. Smoke bomb. Freaking stick grenades. Wind chime attracts enemies' attention. Kind of like sticky bomb.
probably never going to use these, but... the head well. And Adachi was betrayed by a conspiracy. Lady Musako lives only to destroy those responsible for her family's slaughter. Anyone who dares prey in a samurai family must be brought to justice, so I agree to join our hunt. There's like two of these. Maybe I should. Two by these. Yeah, I think they're on my map, actually. There is one vaguely nearby. Heavenly Strike. It's not that far away. Let's do this, shall we? Yoshi, yoshi. I'm gonna do a little bit of... I probably should have done these before, but... I might play with these afterwards. After I recorded. Seabird. Moko ga uchi ni kite.慌てるな。何があった？家に押し入られて、女房と息子がまだいるんです。家族を置いてきたのか？戦えるわけない。武士に見えますか？よし、助けてこよう。え？Yeah, sure. Place to call home.かけろ、トロ。
走れ。もう子供。一番手は誰だ。よむひげ侍。まるで気配がない。外も見るか。干し物が濡れておる。隙をつかれたな。血まみれだ。誰か殺されたな。ムクロは引きずられ川に捨てられたか。妻子ともに死んだようだ。伝えてやらねば。Again with the sadness. Come on. Oh, mate.Fuck me.お侍、どうでした？どちらも死んでおった。無念だ。助けるとおっしゃった。俺も死ぬべきだ。家族を見捨てたんだ。己を責めるな。二人の死を無意にするな。お主も猛虎に抗い、人を救ってやれ。務めます。Charm of well-being one. With these additional 7.5% of health while healing. I kind of like
Yeah, let's try it. But I do like I do like Chum of Unmuting though. But we'll try this one. Oh, we're almost there. Heavenly strength. どなたか、お助けを。ムクロだ。誰が殺した？恐ろしい侍です。奴は重則の試練一戦について教えろとわめいていました。答えを得られぬと知るや、怒りに任せ切りつけたのです。答えとは何だ？見当もつきません。語りを聞かせろ。狙いを見定める。対馬に人の移り始めるほど異様な雷と大風島を襲いけり、雷の打ちたる土より稲妻の獣いでたり、獣さがあらければ里にて暴れ、破壊の限りを尽くす。早くて防ぐことをあたわず、かの稲妻の獣を果たしあたう者あらば、重則のみぞとて義人対馬第一の早業の武者を頼みけり、重則刀を持って余人に遅れを取らず、編み出したる秘剣を試練一戦と称す。人の眼にて見ることあたわざる技なり。重則は村の獣を釣り出して小松ヶ浜へ誘いたり、砂が捕らえる獣足、獣二人と渡り合い、稲妻に砂は灰となり、木は炭となる。心とばかり重則は試練一戦なでぎりで、最後の獣が発るほど雨雲を去りて空は晴れ、対馬は子供なかりけり。その後、重則隠れすみて出で会う者もまれなり、類なき勇と腕とを示しし者のみに試練一戦の奥義を伝う。大風来たる時、刀を重則の庵に刺さる。ありどころを知る弟子の、また獣シーゾケンとの思いなればなり。犯人の狙いは重則の技の得得、そやつに渡すわけにはいかぬ。どっちへ行った？女が橋の方へ逃げると、そやつも始末をつけさせねば。
奉仕が言っていた橋。鳴き声がする。どこだ？お侍様、みんな殺されちゃって。犯人を見たのか？知り人でした。子が安平。聞いた名だ。槍川家の老頭だな。顔はわかるか？忘れたくても忘れられません。ついてこい。橋の向こうに足跡があるはずだ。蹄の跡、急いで逃げたのか？古賀について他に知っておるか？幾年も前に槍川家に仕えていたことしか。槍川家は反乱の後離散し、家臣も追放されたはずだ。古賀は対馬を離れ、蒙古襲来の折に戻ったとか。その後のことは分かりません。いずれにせよ、あのような所業は許さぬ。この先、敵陣があるようだ。蒙古だ、隠れろ。太刀を抜け！Let him check! Don't show!
あの姿がどこにも見つかりません。古賀康平という者を追っておる。さっきまで櫓におりました。まさか猛虎と。はい、ですが言い争いを。重則という言葉は聞き取れました。櫓を調べる。新手が来る前に身を隠すがよい。すべて燃やされちゃ、もう生きていたって仕方ない。死んだも同然だ。古賀は何をしておった。白い歯、稲妻で色が抜けたかのようだ。重則の話は猛虎にも伝わっておる。古賀は奉仕の語りと比べたのか。試合場だ。これを探しておったか。古賀はいずこかで試練一戦を伝授されるつもりだ。この近くに白い葉をつける木があります。そこが行き先。助かったぞ。安全な場所へ逃げろ。承知しました。あのけだものを倒してください。白い葉の木を見つけねば。I think we might leave it there. Seems like a good place. Anyway, hope you guys have had a wonderful rest of your weekend. Please like and subscribe. I've been Purist, signing off.